皆さんこんばんは、神谷絵里でございます。大変お久しぶりでございます。今年1月1日からずっと休みなく続いておりましたこの聞き流しラジオもですね、先日20日からですね、ちょっと体調を崩しまして、それでちょっとしばらくお休みさせていただいておりました。セッションぐらいまでのところまではちょっと体の具合が悪いながらもラジオを更新していたんですけれどもですね、その後もうちょっと無理だなと思って断念してちょっと休ませていただきまして失礼いたしました。皆様からもご心配の声をいただきまして本当に申し訳ございませんでした。なんだろう、風邪のね症状ないんですよね。ただただこう微熱がこう続くというような、20日ぐらいから始まって、まあ19日にファロで、本郷のファロでライブをやった後ぐらいからですね、ちょっと具合が悪くなって、20日にもう結構しんどい感じになってしまって、本当はですね時あさこさんのコットンクラブのライブすごい楽しみにしていて伺う予定だったんですけれども、ちょっと泣く泣く断念して、そのあたりからちょっと体調が熱がですね出だしてあれっていう感じだったんですけれども、一旦下がったんですね。で週末日曜日のセッションは大丈夫だったんですけれども、なんかセッション終わってまた帰ってきて来たあたりからあれってなって、そこからですねちょっともうこれはっていう感じで、ちょっとめまいとかもしたりとかし、まあ風邪じゃなくてなんか疲れなんじゃないかなと思って、まあとにかく休みまして、たくさん水分をとって、もう体の中をきれいにしたり汗をかいて見たりとかですね、こういろいろやってたらねだいぶ良くなりまして、おかげさまでこうやって復帰することができました。昨日あたりからね普通に復帰して、母の動画を昨日は撮影して、アップロードさせていただきましたし、ようやくですねもう何でしょうね、ちょっとろくなお料理とかもちょっとできなかったので、もう今日は本当に久しぶりにお鍋をしまして、母と母とですね久しぶりに息子と鍋をつつきながらですね、ようやく普通の生活に戻れたんだなという感じがしておりました。ですね、今日はずっとこのラジオでもですねご報告してまいりましたけれども、私ほら前は工事中だったでしょ、前回仮番から本番になって、本番の仮付けっていう状態だったんですね。でその後ですねちゃんとつけていただくみたいなとか調整とかですね、そういうのをやっていただくはずだったんですけれども、ちょっとそれも長引いてしまって、ちょっとキャンセルになったりとかもしまして、久しぶりに今日行ってですね、でちょっとやはり今回ね白くしたいなと思って歯を、要は前歯上の4本をセラミックにしてもらうっていうやつで、もともとセラミックだったんですけど、ちょっと劣化してきたので、まあ、新しくで1本だけ変えるだけでもよかったんですけども、今回はちょっとだいぶ時間が経っておりましたので全部きれいにやり直そうかなと思って4本全部直すことにしたんですね。でその時に色をちょっと白くしたいななんていう話をして、じゃあ色を見られるので変えることできますよっていうことと、ちょっと本当全体的にきれいにしていただくということをちょっと目的としていたので、ちょっと今の段階よりもっと白い
状態にしたいなっていうのがありまして、一回ちょっと作り直していただくことにしたんですけど、仮盤がねちょっとあの前回ぶっ壊れちゃってて、それでまた新しい仮盤をもう一回作るみたいなところからになったので、今日は型を取ってですね、クリーニングをねしていただきました。あの福岡歯科なんですけれども、あの西原先生自らあのクリーニングはすごく丁寧にあのしてくださるので、あのすごく嬉しいなと思います。大体ね、あの歯医者さん行くとね、あの歯科衛生士の方がねあのクリーニングされるんですけれども、福岡歯科では先生が自らやってくださるので、とてもありがたいなと思っているわけですけれども、あの次回またですね、今度はまた仮板を作って、で今つけてる本歯をまたお直しに出してっていうような状態なので、またね、進展があったらこちらの方でご報告させていただこうかなと思っております。そしてですね、今日はあの朝から9時45分からかな、大阪の、ミックスボイスズという、ゴスペルグループなんですかね、コーラスのチームの、オンラインレッスンをねさせていただきました。私あのずっとゴスペルクワイアとかをこうによくそんなゴスペルクワイアとか全然あのゴスペルとかそんな詳しくもないくせにですね、ずいぶん長いことゴスペルクワイアの、あのインストラクターをさせていただいていたんですけれども、ミックスボイスさんももう何年になるのかな、そんなに頻繁ではないんですけれどもね、結構定期的に毎月ライブされて、2ヶ月に1回だったかな、ライブされてる方々なので、ちょっとまあライブ前に、で私の、アレンジの曲を歌ったりとかされるので、そんな曲の、グループレッスンさせていただきまして、その後ね歯医者さんに行きまして、もう久しぶりにこうなんかシャバの空気を吸うみたいな、そんな感じになっておりまして、帰ってきてから帰りに買い物して、車のバッテリー上がっちゃったんですよ。それでしばらく乗ってなかったでしょう、だったんでね、いざ乗ろうと思ったらね、車のバッテリーが上がっちゃったんで、車屋さんに来てもらって、とりあえずブースターケーブルつないでいただいて、ちょっとバッテリー交換した方がいいですねっていうことだったんで、今日歯医者さんから帰ってきてバッテリーを交換して、それで買い物をして、そしてご飯を作ってみたいな、いきなりね社会復帰と同時にとても忙しい一日を過ごさせていただいて、生きているんだなということを実感させていただきました。はい、そんな一日でございましたけれども、11月の5日にね母の配信ございます。母のチャンネルからの配信になりますので、私と、あと麻生洋平さんウクレレ、そして元くんが、いつも通り、ゲストで手伝ってくれます。今回はもうハワイアンしかやらないので、珍しい配信になるかなと思いますので、ぜひぜひ母のスティールギター、それから母、一曲ウクレレもね弾いてくれることになっておりますので、ぜひぜひご覧いただきたいと思います。これはもう YouTube チャンネルでの、母の YouTube チャンネルでの配信になりますので、時間はいつもの19時ですね、よろしくお願いいたします。そしてですね、11月の19日、荻窪のビストロアコースフィアさんで、エリセッションさせていただきます。いつもはね六本木のリアルディーバスさんでやらせていただいてるんですけれども、今回は、ちょっとねリアルディーバスさんと私と健太くんのスケジュールが全く合わず、今回はビストロアコースフィアさんの方でやらせていただくんですけれどもね、ちょっと人数制限がございまして、もうちょっと10人がやっとかなという感じですね。あと数名枠があるので、もしご参加ご希望の方はご連絡いただければなと思っております。今回はベースの北さんお休みでですね、陽平くんが手伝ってくれることになっているので、ホストは健太くんと陽平くんと元くんですね、そして私みたいな、そんな感じになります。
お時間はね、いつもの通り14時から18時という感じですね。今年最後のセッションになるかなと思いますので、まあちょっと忘年会も兼ねてみたいな、そんな感じになるでしょうか。よろしくお願いいたします。そしてですね、あのリアルディーバスでのセッションも実は決まりまして、1月の21日に決まりました。これも時間も一緒ですね、14時から18時、これはいつものホストの健太くん、元くん、北さんという、メンバーで、助っ人にあの陽平くんと高木くんも来てくれるという、そんな感じになっております。そしてですね、11月の26日にルーム317も、予定しております。これもいつもの通り私の、YouTube チャンネルから、そして、私のインスタのアカウントからですね、インスタライブも同時にさせていただこうかなと思っております。これいつもの、もうリクエストライブになりますので、もう何をやるのかがちょっと当日までわからないし、ぜひ皆さんにもリクエストをいただければなと思っております。この日もあれですね、元くんが登場してくれるので、3人で賑やかに、お送りする予定になっております。もう日々12月15日のブラックバニーの目黒のブルースアレーで行われるクリスマスライブの、お支度も進んでおりまして、毎日毎日そんな感じで忙しく過ごしております。やっと体調戻ったんですけど、ちょっとあんまり詰めないように、もう難しいなと思ったら、もしかしたらちょっとラジオお休みするかもしれないんですけれども、そんな感じで緩やかにやっていきたいと思います。皆様ご心配おかけしました。ありがとうございます。